兵道正し兵道正しは日本の女性パイロット。日本で最初に航空操縦士免許を取得した女性である。愛媛県北宇和郡高藤村東中野出身。子供の頃から英才で知られ、高等小学校卒業後に松山市の再美高等女学校3年に編入。防府の林太郎は空に憧れ、飛行機の設計図を書いていた。生もまた、 在学中に、暴風の林太郎が憧れていた空を、パイロットを志す。同校を卒業後、周囲からは、医師や教師を勧められ、1919年1月、大阪に出て、薬剤師の見習いとなるが、同年11月に上京。姉、数えの援助で、津田沼の伊藤大戸次郎の飛行学校で操縦を学んだ。女性の飛行学校入学自体が珍しかったため、 入学当時に新聞記事として取り上げられている。また、同記事中では、小柄で顔も体も丸っこい、しかし男みたいに生きのいい女性へと紹介されている。当時の訓練費用は1分2円だったと伝わる。金作のため通常は半年の教習コースを終了するのに3年半を費やした。同校の卒業生としては15番目の生徒となり、 女性としては当然ながら初であった。なお、同期卒業生には、在野の昆虫学者、加藤忠史がいた。在学中も、新聞記事や航空雑誌の表紙となるなど注目を集めていたが、生は男性に混じって、整備や座学に勤しんでいた。1920年には、上空3000メートルからの滑空中に墜落事故を起こすも、不思議。 機体の足の一部を損傷しただけで大事ことは、ならなかった。その他、海上不時着水などの経験を経て、1921年4月、日本で航空取締規則が交付され、操縦免許制になった後の1922年3月21日、三島飛行機、操縦士免上を取得。この免許取得の前に一度、試験を落ちている。 免許取得直後の同年6月、帝国飛行協会主催の3島飛行機操縦士、飛行競技に参加した。スピード種目に参加した出場15人中、10位だった。しかし日本初の女性パイロットということもあり、世間から好奇と批判の目にさらされ、同郷の弁護士である、富田数男とのスキャンダル記事が、新聞に掲載されるなどした。また、 関東大震災の影響などもあり、間もなく航空界から姿を消し、二度と飛ぶことはなかった。その後は、航空学校設立を企画したり、弁護士を目指すなどした。1980年4月23日、81歳で死去。ありがとうございます。